ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙見てみて。チョコミントアイスが安く売ってたよ。おお、いいね。チョコミント。近年一気に人気のフレーバーになったもんな。うんうん。私チョコミント大好き。ほんといくらでも食べられちゃうよ。スースー感がたまらないもんな。パリパリしているチョコもグッドだ。そんなんだよね。でも最近ミントの清涼感が物足りなくなってきたよ。いっそ、自分でミントを育てて、アイスに追加しようかな。おい、霊夢。ミントの栽培は一つ間違えると庭が大変なことになるんだ。初心者にはおすすめできないぜ。え、そうなの。そういえばミントは繁殖力が強いって聞いたことあるような。よし、じゃあ今回はミント栽培の危険性について解説していくぜ。よろしくお願いします。これでミントを育てるか決めることにするよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、霊夢はミントについて何か知っている？スースーするハーブの一種だよね。歯磨き粉にもミントを使っているし。ミントはユーラシア大陸原産のシソ科ハッカ属の総称だ。爽やかな香りが特徴的で、広い地域で古くから栽培されてきた植物だ。自然雑種ができやすいため、かつては600種ほどに分類されていたが、現在は40種ほどに整理されているんだ。40種か。意外と多いんだね。ミントは主にペパーミント系とスペアミント系に分けることができる。ペパーミント系は香りが強く、ミントの清涼感のもとの、メントールが多いのが特徴だ。ペパーミントは聞いたことあるよ。食品に使われているのってこっちだったよね。ああ、ペパーミントはアイスやチューインガムに多く用いられるぜ。対して、スペアミントの香りは弱く、甘い香りがあるんだ。そのため、歯磨き粉によく使用されているぜ。なるほど、歯磨き粉の味はスペアミントなのね。他にも日本ハッカや、リンゴの香りがするアップルミント、生姜の風味のジンジャーミントなんてものも、ミントにはあるぜ。へえ、気になるね。ぜひとも一回嗅いでみたいよ。ミントのことがしっかりわかったよ。ところで、ミントを庭に植えてはいけない理由は何なの？ああ、ここから本題に入っていこうか。ミントを庭に植えてはいけない理由は、その繁殖力にあるんだ。繁殖力？ああ、ミントの繁殖能力はとにかく強い。一株植えただけで、一年後にはその一体がミントだらけになるなんてこともしばしばだ。うわ、すごいことになってるね。その爆発的な繁殖力から、周りで育てていた草花もミントに枯らされることもあるくらいだ。巷ではミントテロ、なんて呼ばれているぜ。ミントテロ。確かにこれはそう感じてもおかしくはないよね。でも、なんでミントはこんなに繁殖力が強いの？それは大きく分けて3つの原因が挙げられるぜ。一つ目は、再生力が異常に強いこと。ミントの茎を水差ししていると、簡単に新しい根が生えてくる。この根がミントの正体とも言えるぐらい再生力が凄まじいんだ。ミントをきれいに除去したと思っても、この根っこが5ミリでも残っていたら、またミントが生えてくる。え、たった5ミリで？地中の根っこまでは取り除くのは難しいよ。そして二つ目はその成長スピードの速さ。ミントはあらゆる方向に根を伸ばし、成長していく。葉は少ししか出ていないようなミントでも、地下では根がとんでもなく伸びているなんてこともザラだ。プランターで育ててみると、ミントの根の成長速度が、どれぐらい凄まじいかよくわかるぜ。うわぁ、この白いの全部根っこ？これは凄まじいね。でも、根が原因ならプランターで育てれば大丈夫じゃない？いや、そうとも限らないんだ。少しでも地面に接している面があると、そこに根を伸ばし侵略していく。完全に地面と隔離しても、3つ目の理由、種が発芽しやすいという点で油断はできない。ミントの種？ああ、ミントは葉の効能に目が行きがちだが、実は綺麗な花を咲かせる植物だ。おお、白くて可愛い花だね。だいたい、7から9月頃が、ハーブの開花時期だ。ミントもこれに該当するぜ。そして、開花後の秋になると、豊富な量の種をつけ、地表に落として次世代のミントが生まれていく。この種も簡単に根を張り、茎を伸ばしていく。鉢植えをしていても、何らかの理由で1粒でも種が地表に落ちたらアウトだ。むむむ、地下では凄まじいスピードと再生力の根を伸ばし、地上では種を落とし勢力を拡大していく。地上と地下のダブルパンチが、圧倒的な繁殖力につながっていくのね。ああ、さらに言うと、ミントの多くは多年草なため、冬に枯れたと思っても地下に根が残っていたら、春にはニョキニョキ生えてきたり、そもそも、品種によっては寒さに強いものもあるため、冬でも枯れなかったりするものもあったりするんだ。ええ、そんなのどうしようもないじゃん。これだけの繁殖力、やっぱりミントは園芸家に嫌われていたりするの？ああ、ネットには軽い気持ちでミントを庭に植えて、後悔しているガーデナーがわんさかいるぜ。駆除するのが大変というのももちろんだが、その爆発的な繁殖力のせいで、ミントは周りの草花をどんどん駆逐していく。それが、とにかく辛いようだな。私の理想の庭がミントのせいでって話だよね。
除しても駆除しても永遠に生えてくるのは、私だったら耐えられないよ。中には、ミントのせいで庭をやり直した、コンクリートで囲ったって人もいるんだ。そのため、悪魔の植物と呼んでいる人もいるぐらい憎まれているぜ。そんなにミントってやばいのか。じゃあ、マリサ、いっそミント畑にするっていうのは？そうしたら、チョコミント、ミントティー食べ飲み放題。外はミントの良い香りに包まれていい感じになるんじゃないの？いや、それはおすすめできないぜ。最初の方にも説明したが、ミントは自然雑種ができやすいんだ。以前は600種あったってやつだね。そのため、最初の方は香りが強いものが育つんだが、勝手に交配が進むうちに、香りも味もない別物になり果てるんだ。そうなってしまったら、利用価値のない凄まじい繁殖力の、ただの雑草だ。ガーデナーから嫌われるのも納得だな。うへぇ、絶対にミントは植えないようにしよう。でも、繁殖したミントは駆除できないの。軽度であれば、除草剤を散布して根っこごと枯らした後、土ごと取り除けば駆除は可能だ。全体に広がってしまっている際は、根がどこまで伸びているかがわからない。そのため、庭全体に除草剤をかけて、それでもダメな場合、コンクリートで埋めざるを得ないぜ。どうしようもないもんね。これにて、ミント栽培の危険性についての解説を終了するぜ。ミント以外にも庭に植えると大変な植物も存在するから、またの機会に紹介するぜ。今後もこういった動画をどんどん投稿していくから、チャンネル登録お願いします。投稿者も泣いて喜ぶから、ぜひともお願いするぜ。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またね。